萩ぎのハイブリッドは、日本の競争馬である。馬名の意味は、冠名ハイブリッド。主な勝倉は2014年の京都新聞杯。2013年9月15日に、阪神競馬場の芝1800メートルの新馬戦で、岩田光成を安城にデビュー。後方からの競馬になり最後は、追い上げるも5着に敗れる。この後未勝利戦に2戦するも敗れた。 暮れの12月14日の中京競馬場の未勝利戦で初勝利を挙げる。明け3歳となった2014年に1月の京都の500万、下の副獣総特別は2着に敗れ、東京の共同通信杯は6着、3月の中京の500万下のオカンザクラ賞は2着となった。4月の東京の500万の新緑賞は3着に3馬審査の圧勝で2勝目を飾った。 そして日本ダービーの出走をかけて、中1周で京都新聞杯に出走。中段から最後は抜け出して3勝目を、重傷発制覇を果たすとともに、ダービー出走を確実にした。しかし、本番の日本ダービーは、見せ場なく13着と惨敗。その後も、時折構想はするものの勝ちきれず、2016年10月のアイルランドトロフィーで、 中段追走から最後の直線で逃げるマイネルハニーを差し切って2年半ぶりの勝利を挙げる。2017年3月の六甲ステークス発着を最後にレースに出走することなく2019年1月30日付で競争場登録を抹消。引退後はアロースタッドで種ボバとなる。ありがとうございます。